こんにちは、吉谷さん。ウォーキング中動画ありがとうございます。私もね、今日屋外に出てこのシェルチオの方をアンロックして、でね、車内からちょっとお届けしたいと思います。やっぱね、むちゃくちゃ暑いですね。暑いんで、ちょっと早速エンジンかけてね、かけさせてもらいます。キーを入れるとやっぱハンドルがグッと落ちてね、私のポジションになりますね。で、静かですね。うわー、すごい。ちょっと雑音がするかもしれませんけども、エアコンのね、ちょっと勘弁していただいて、このまま撮影をちょっと声大きめにやりますね。私ね、アメ車あるじゃないですか。アメ車はガンガン音がしますんで、とてもじゃないけど会話になりません。で、ベルファイアもトヨタの名車なんでね、結構静かなんですけども、でもやっぱり駆動音がするんですよ。でもこのセルシオは何回も乗ってるんで分かるんですよ。私セルシオの10、20、30と乗り続けて、で5年経ってまた30、まあ正確には31なんですけどね、こちらの方に今昨日からね乗り始めているんですけども、エアコンの音さえしなければね、ものむちゃくちゃ静かなんですよ。もう走行テストもしたんですけども、本当なんかね、路面を転がるっていうか滑るようにっていう表現が一番いいんですけども、静かですよ。で、今回のセルシオはローダウンして車高が12センチですね。すごい低い方だと思います。で、インチアップっていうんですかね、ホイールも19インチのやつなんですよ。タイヤホイール19インチですんで、結構車体低いんですよ。で、車体低くって、まあ設備などのご案内はこれからするんですけども、別の動画でね、結構セルシオの持ち味である、なんですかね、走行の時の振動ってのが本当はないんですけども、これは結構あります。ガクンガクンという感じですよね。やっぱり車高調しているところと、ローダウンしているところと、タイヤを履かし直しているところと、いろいろあるんでしょうね。ですので、通常のセルシオよりは持ちが悪いんじゃないかなと思いますね。で、今ね、15万キロ走ってるところなんですよ。まあけど、その辺は全然ね、トヨタの15万キロなんてのはへのかっぱですね。このまんま消耗品を変えていったら40万キロとか50万キロは全然問題なくセルシオってのは走る車で、もう群を抜いてね、トヨタの歴史を変えた車なんですよ、セルシオっていうのは。私が聞いたところによると、このセルシオをリリースした時にドイツの BMW とか、それからアウディとかがね、BMW、それベンツもセルシオ何台か買って分解して研究して、それからの車開発に生かしたというぐらい、ベンツや BMW の歴史すら変えた車なんですよね。で、ボンネットの方ちょっと見ていただければ分かりますけども、全然振動してない。当然乗って動かしてないからかもしれませんけども、トヨタ秋夫社長がテレビ CM でこの上にね、シャンパンタワーを作ってエンジンをかけたけども、シャンパンには波も立たないし、シャンパンタワーも崩れないし、みたいな、そんな奇跡な映像をね出してくれたことがあります。はい、まだまだこのセルシオについては私もね、セルシオ歴10年ぐらいなんで、まあ偉そうに言うわけじゃないですけども、語ることは結構できるんですが、今日はね、ちょっと手取り14万の趣旨とは変わってきますんで、この辺にさせていただいて、この車にちなんで、お話したいと思います。前回の吉谷さんの動画ではいろんなキーワードが出てたんでね、どれをピックアップして展開して一つのストーリーにしようかなと思ってたんですけども、手取り14万円の人が5人集まってっていうところ、これにフォーカスしてみましょうか。で、私はまあ手取りで言ったら、まあ、200万から300万の間でやってるんでね、今更言うことはないんですけども、やっぱり会話の質は変わってくると思うんですよ。手取り14万15万くらいで集まってる人と、月収が100万200万ぐらいで集まってる人とでは、これ別にね、誰かを格下見るわけでもいい気になるわけでもないんですけども、当然会話の内容が変わってくると思います。というよりも、会話が違うから月収がそうなるとも言えるんですよね。そういうふうに言わせていただくと、まあ本当分かりやすく言うと、